佐伯忠氏は古代日本の氏族の佐伯蓮が賜った、聖。日本書記によれば、文明としての佐伯部は、もともと東国人の捕虜であったが、騒がしいことを理由に、慶光天皇の命で、ハリマ、サヌキ、イオ、アキ、アワの五カ国に送られたのがその祖であるとの起源を、伝える。これらを統率したのが、佐伯直である。したがって、佐柄忠、佐柄氏、 再起部という階層関係がある。古墳時代の中頃には、東国人の捕虜を上記五カ国に移住させ、再起部として設定、編成したのは、事実のようで、佐起木正しや再起作りといった在地の豪族が、共の宮津子として、これを干渉し、これら地方豪族がさらに、機内の中央豪族再起連に干渉されたため、再起部は間接的に、 中央佐恵騎の部民とされ、その中からは、宮廷経営の任務に乗番させられた者もいたと見られている。慶光天皇の巫子、稲根瀬入彦巫女の後営士族で、聖武天皇の時代に、道御子の子である、御所別名が、針間国に封ぜられて、以来、氏名を、針間別とし、王神天皇が、針間国に行行したときに、 同国の再起部を御所別名の子である、身元寺別の交互年弱作成に際して、針間別の三次を除いて、佐伯忠正と称するようになったという。古墳時代の中頃に、ハリマ、サヌキ、イオ、アキ、阿波の5カ国に設定された再起部の中、上記ハリマを除いた各地の再起部を友の宮津子として、引き言いまた、各国の国の宮津子にも任ぜられた。ちなみに、 空海は、佐抜の佐伯市出身であり、秋国の佐伯市は後に、五島神社の神主家となった。ありがとうございます。